ジェラのデジョンです。今回はね、日本最強の15人集めたら世界一取れる説、デイ2ですね。6月シーズンデイ2やっていきたいと思います。結果は36対36ということでね、結構危なかったんですが、破壊率での勝利ですね。はい。ちょっとね、星1が1本入ってしまって額ですね。というところで、まあ7前回という形でした。まあ、前回も話したんですけどね、まあ個人成績がね、まあ今後のね、額にも影響するというところで、まあビリ2というところと攻撃上の2つっていうところがね、重要になってくるところなのでね、星1とかやっちゃうと結構下の方かなり響くような感じですね。まあ僕の方も 96% 2000連発で取ってしまうというところでね、取り切れないところがちょっとまだまだ続きます。はい。というわけで早速やっていきたいと思います。さあ、クラウスとツイズラバルですね。どこにやってくるのか。レジェンドリーグでもね、とツイズラバルで回してるみたいですね。マルチインフェルノ対地クロスの方へ突撃艦投げてきて、エアスイーパー効いてるんですが、ここにフリーズをかけて突撃艦通していくということですね。まあエアスイーパー吹いてる方向って突撃艦対策をしてる村ってやっぱり少なくて、エアスイーパーで防げるっていうところなんですけど、まあそこに対してね、フリーズをしっかり使ってあげることで、まあ対策されてないであろうとこ飛ばしていくと。最後インビジブルかければね、クイーンまでいけそうなシーンでしたが、それよりも時間だったりとか、まあ残ってもまあね、頑張ればマルチとかもね、上振れれば取れそうだったけどね、インビジブル2発を残すことを優先してやっていきましたね。ただ援軍ラバ処理しっかりやっていきつつ、まあ、レジェンドリーグの方もさっき言ったんですけど、トツビズとかでやってる影響で結構トツビズのね、初手トームのおでん使っていくようなトツビズとかも結構やってる印象がありますね。さキング出したんですが、ここテスラスケルトンということでね、かなり HP 削られてます。ただ外周部の方はジャイビズ使ってますね。でクイーンの方を進めていくわけなんですが、もう1枚ウォールブレイカー、ジャイビズ強い。ジャイビズ単体で3施設削れましたね。アーチャータワーのみのだけだったんですが、クイーンのためにしっかり穴開けをしてあげて、ここトルネード解除してくれたの美味しいですね。いいアイゴレがここで入っていくのか。素晴らしすぎるアイスゴーレム、でかいね。縁がね、さあインビジブルまで使って、マルチ IT2 本クイーンで折り切りたいような感じ。ロイヤルチャンピオンは下側使っていって、クローク使いますが金庫が残ってるんでね、ちょっと下側膨らんでしまいますね。さあマルチ IT の方残っていって、これはロイヤルチャンピオンの方をインビジブルで守って、クイーンの方はマルチ IT 打ち切っていく。さあ投石機のところもロイちゃんがここはケアできつつ、さあターンホールフリーズかけ続けていくような展開が、うん、そうですね、一生フリーズかけ続けちゃっていい感じかな。ここまだフリーズですね。さあまだフリーズ。さあここでようやくトームかけつつヘイストになってくると思うんですが、インビジブルターの方がうわギリギリ、うん、ちょっとターンホールが残ってしまいましたが、戻っていって、おお、おでんが素晴らしいな。素晴らしいワンプッシュ。ここをあとは押し上げていって、ストライカーが裏から入ってきて、クイーンの処理をやってくれつつの GG と。なんだろうね、クラウスが普通の攻めしてるとなんか逆に珍しいよね。うん、だけどまあこういったね、基本的なこともできるからこそ、ああいう奇抜なプレーニングがね、可能になるというところでね、奇抜だけに走ってちゃね、なかなか前回取りきれないところなんですけど、うまいの根底がね、まず普通の戦術を普通にこなせるっていうところですね。さあこれでバルーン残して、圧倒的前回スタートガーサス。さあヤッターさんスーパーボーラーですね。まあヤッターさんのスーパーボーラー結構こういう、あーちょっとなんか倍速になってる、ユーマス陣っていうか、まあ大きく見えて1,2,3、9時ここで 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ってなんか9つにね、仕切りが入ってるような感じに見えるじゃないですか。こういうの9マス陣って言うんですけど、まあタンホール級の頃からあるような配置ですね。まあ、こういうタイプにスーパーボーラー刺さりやすいので、まあ結構こういったタイプの戦術をね、スーパーボーラー編成を9マス陣にやってるところをかなり見ますね。まあオデヒーのカットがやりやすいっていうのも特徴の一つですかね。うん、まあ、こういった配置で大抵内側の方にね、まあこういう重要な防衛施設もあって、クランジオも尖った位置にはないので、スーパーボーラーもやりやすいというところ。さあ、ウォールブレイカーとジャンプをかなり早いですが、もうすでに置いていって、これ、シューターの位置がめちゃくちゃ強いですね。シューターに対して攻撃できるような防衛施設が一切ないし、もうテスラチェックもね、バーバリアンとかでもうやり終えているので、まあ、今後ね、シューターが死ぬリスクっていうのがほとんどないですね。さあ、エレクトロタイタンとね、アイスゴーレム続けて進めていきつつ、中心へ。さあ、逆サイドはキングの道を作っています。さあ、ここ中心部、アイスゴーレムはちょっと嫌な援軍にはなってきますが、さあキングに対してフリーズでねサポート、相手のキングとクイーンと当たるところだったので、ここはホーム、
ビスト使いつつ、おお、レイジこっち打ってきましたね。キングにレイジ置いてきました。これキングウィズでタウンホール見ていこうというところですかね。さあ、ですがちょっとこの目論見は合わず、外周部にも流れていった感じですね。まあ、タウンホールはキングで見てた感じですかね、この感じだと。まあ、ただジャンプでクイーンが打てるようにはなったので、まあ、これで、まあ、キングの方に使わなくても大丈夫だったというところでしょうか。さあ、スーパーボーラーの方はインビジブル使ってスーパーボーラーの延命に入りました。うん、第一クロスまで折り切りたいですね。さあ、折り切っていってロイヤルチャンピオンスタート。ここスケルトン置いてもよかったかなというところ、裏のね、防衛施設が特に怖いところがね、まあ、単体でスケルトンがね、刺さりやすいところって、まあ、裏かここかだったので、まあ、初手で使ってもいいかなというところでした。さあ、投石機にたげられてしまいましたが、むしろいいというところ、ロイヤルチャンピオンではなくね、クイーンの方でしっかりターゲットが取れて、これクロスとかも内側で取れると強い。わー、内側で取れましたね。ならこのまま放置で OK と。さあ、裏からイエティたちがやってきて、ここはタゲは取れませんでしたが、フリーズも一発ありつつ、ユニットもだいぶ残って、クロークも残ってというところ。最後にしっかりフリーズ合わせていって、前回ガーサスと。シューターのルートがね、めちゃくちゃ強かったっすね、これはね。で、対して反対側でね、まあ、多分プランニング的にはテスラとかが特になければ、タウンホールワンチャン触れんじゃね、キング、レイジ、インビジブルでとか思ってたけど、まあ結果的にはできなかったけど、クイーンがサポートできるというところでね。さあ、オガヨッチさん、51天才のラバル編成、ウッドランチャーセットというところですが、ランチャーにするのかどうかってところ、さあ、51ですね。マルチ IT とレイジタワーというところでした。結構こういうのね、対地クロス打ってきそうなもんですが、レイジタワーの方を優先して、まあシンプルにね、火力の高いところ。レジターはやっぱ厄介っすもんね。ヒーローパートを組むのがこの辺になってくると。このイエティは対空砲のみを狙ったイエティですね。これうまい。さあ、キング出して、バルキリーをしっかりリクスケルトンに合わせつつ、テスラ見えたので、ここはバルーン。ああ、アイゴレ2体だね、これね。で、ロイヤルチャンピオンも遅らせて登場して、投石機をロイちゃんでは狙ってるようなイメージですね。さあ、スケルトンの呪文をモノリスのターゲットとして使っていきつつ、ウッドランチャーを残ったマルチ IT へ刺していくような流れ。うまーい。第一クロスの方も折れつつ、ウッドランチャーがね、マルチ IT までケアしてくれましたね。クイーンはね、ちょっとトルネードとかも巻き込まれつつ、外周部向かって内側入ってほしかったところ。アイゴレが。さあ、いいアイゴレだったんですが、さあ、モノリスまではイエティの方でケアができそうですが、さあ、ロイヤルチャンピオンがね、しっかりイーグル砲向かってくれたので、こっちをインビジブルで優先して守っていくことで、イーグル砲はケアができました。まあ、もともとはね、クイーンが綺麗に入って、モノリス打って、イエティタッチでイーグル落とせればって感じだったと思うんですが、まあ、しっかり折れましたね。やりたかったことができたような状況になってます。さあ、ラバルパートスタート。さあ、ラバハウンドいい位置取ってますね。これはね、タウン周りの罠をしっかり回収してくれるような感じ。うん。それね、もうすでに出たからね。さあ、バルーン、もう一回外回収しつつ、タウンホールの方をしっかりフリーズかけて、追いラバしていきます。トームに合わせるようなイメージですね。さあ、ここでラバハウンドも合わせて一気のトームなんですけど、インビジブルタワーが壊れていってタウンホールが残っていく。さあ、裏からしっかりバルーンも合わせていくんですが、タウンホール、フリーズ外していく。おっと、逆に珍しいですね、このフリーズ。さあ、ヘイストでタウンホールの方に集めていって、なんとか突破しつつ、バルーンは結構落ちちゃいました。さあ、スケルトンの呪文と、バルーンというところ。まあ、ベビードラウィズと当てたいですね。HP 削れてますが。ベビードラをウィズトンに当てつつ、バルーンを合わせていって、スケルトンの呪文はこうなると回収に回すようなイメージかな。さあ、投石機のところね、ラバハンドがもう、ぷかぷか浮いてますが。さあ、これはね、ワンチャン、投石機のタゲをストライカーで取れたらな、みたいなタイミングでのストライカーでしたが、しっかり回っていっての旋回でした。GS の人はね、こういう、天才からのウッドランチャーとかね、ウッドランチャー使った攻めがね、GS かなり多いイメージありますね、やっぱり。さあ、ヨチさんはね、結構クイヒーラバルもやる人なんですが、天才ラバルもちょくちょく混ぜつつ、素晴らしい全開でしたね。さあ、ユニット残りつつ、呪文の方結構ね、サポート呪文多めでしたね。インビジブルだったり、フリーズだったり、スケルトンも今回2枚採用ということで、まあ、ラバルにはそんなに呪文を使わずというところでした。さあ、スミス、突撃ラバル。タウンホールあたりなのか、それともどこか。前からだ。したら、テスラが、おー、素晴らしい。ホーミングしっかり2本捨てましたね。テスラ生えつつ。
アーチャーターがね結構 HP ギリギリなのを気づいて、アーチャーターバルーンで折り切りつつ突水で通していきました。巨大爆弾出てきましたが、小爆がないのでここはしっかり通って、シングルインフェルノ対1じゃないクロスボウまで折れると熱い。いやーいいね、援軍処理しつつクロスボウまで折れて、ここはまだインビジルをかけ続ける。内側入って援軍連れてくれるのを待つ感じかな。さあ小爆弾はあったので、ちょっとねヒットしてると危ないところでしたが、しっかり落とす位置が良かったので巨爆のみというところを受けるような形になりました。さあベビドラサイドカットからのクイーン展開、これクイーン単体でやっていく流れになりそうですね。ウォールブレーカーの方もキングのような、キング用のねものが飛んできましたね。さあしっかりとキング出しつつ、うん、テスラとかも生えてこなかったのでクイーン単体で全然足りる火力になってますね。透析機の方もクイーン単体で落としつつ、ストライカーを混ぜていきます。さあ、ロイヤルチャンピオンの方ね、ストライカーとクイーンで落としてポイズンター入っちゃいましたが、キングがちょっと壁殴っちゃってるんですけど、さあ、ロイヤルチャンピオンクリ刺して、うん、大丈夫ですね。さあ、援軍アイスゴーレムはここ、ちょっと嫌ですが、ラバーハウントも一緒に始めていきます。ダブルパートスタート。さあ、シングルインフェルノタケがね、ちょっとオール入ってるんでね、これ危なかったですね。ウォーデン食らっちゃうようなタイミングだったんで、オールが盾になってくれました。さあラバストライカートームなんですけど、ちょっとここロイちゃんも巻き込みたかったですね。ロイちゃんにもトームがかかるとベストなタイミングだったんですが、ちょっと早かった。さあマルチインフェルノのところまでね、ちょっとおーっと、ちょっとこれバルーンついてないですね。ウォーデンロイヤルチャンピオンに完全にスイッチしてしまいました。さあフリーズかけて、あとはバルーンを伸ばしていくような感じ。フリーズフリーズでロイちゃんバルーン両方延命、最後のフリーズも対空砲を固めていくことでバルーンがしっかりクロスボウまで届きつつ、あとは裏なんですが、ここもう打ち切りましたね。もう早めに1体しかバルーンはいないんですが、テスラまで降り切るようなバルーンを作って、さあロイヤルチャンピオンとオーデン、バルーンが残っているんですが、クイーンはクローク使っていく。さあギリギリですが、これは、ああ、チャーターまで固めてくれて、バルーンと、まあいろんなユニットが群がっている。さあ、ウィズ島の方までバルーンが届いて、オーデンの方も打ち切りつつ、クイーンが合流しての全開とガーサス。さあニャロメ GS リーダークイヒラバルですね。キングからスタート、スニゴブからのキングスタートで12時、ああなるほど、タウンホールをねキングで見ていこうという形ですかね。さあウォールブレーカーも完璧、しっかり拡張をしていきつつ、最近ね、タウンホールをキングで取るタイプのクイラバってやっぱり数少なくなってましたよね。まあボックス配置が多かったっていうのと、タウンホール価格がね、まああんまり端っこになく、かつ火力が高いみたいな配置がやっぱ流行ってるので、なかなかないテクニックでしたが、今回はタウンホールを見ていくような形。さあ、レイジ置いてきますが、ちょっとこれは、耐えれるのか、これは。さあ、レイジタワーまで乗ったので、これはさすがにきついかなってところですね。フリーズ使いましたが若干耐えられず、タウンホールの方までキングの方は突破して対1クロスまで追ってくれたのでありがたいですね。さあ援軍の方はキングの方でようやく連れかけましたが、うん、アイスゴーレムとストライカー、さあこれいい打ち順、リクスケとかもね時間作ってくれて、対1クロスから本当は打ちたいんですが、あ、まあでそっちから打ってくれるのはありがたい。さあドリルですね、ドリルが、うん、ドリルウィザード登場でスニゴブまで使っていく。ドリルが対空砲っていいドリルですねこれ。さあそしてアーチャータワーにロイヤルチャンピオン使って、ラバルパートももうスタートしていくような感じで、ロイちゃんとドリルで一緒に進めていく。ちょっとこれモノリス入ってるのでフリーズ一発でしっかり打ちますね。さあクイヒーの方は素晴らしいルートで、これ対1クロス、あ、じゃないよ、マルチ IT とシングルインフェルノ両方折り切って、まあインフェルノ3本真ん中にあるタイプの配置だったんですが、2本クイヒーで折り切っていきました。さあ、イエティが出てきましたね、ドリルからは。さあ、これはめっちゃ強そうなトームが打てそう。マルチに行く部隊はいないか。まあでも、どっちにしろトームここ必須ですね。うん、ロイヤルチャンピオンにレイジを打って、真ん中マルチ IT はロイヤルチャンピオンにベッド。対1クロスの方もこれロイちゃん延命して。裏のね、投石区画のところヘイストかけて、もうフリーズがもうすでになくなってはいるので、ロイヤルチャンピオンでできるだけ削って、わー、強い。リクスケ捕まりますが先に折り切りつつ、バルーンの方もたどり着いて、次がね外周回ってるような感じですね。ちょっと防衛施設落とされてしまいましたが、バルーンがまだ2体、まあいろんなユニットで囲い込んで終了というような状況ですね。
まあ、この結構火力の高いルートだったんですが、黒く入ってからもねクイーンをしっかり延命できたので、まあこういった形で回せたかな。ドリルとロイちゃんのね使い方がうまかったですね。ドリル強いガーサス。さあホッサンとツイズラブレー、どこに来るのか。エイスト、エイストラバルから、おお、テスラエグ、すごいテスラ出てきた。これめっちゃ美味しいな、それ。ヘイストバルーンからの突撃艦ウィザードですね。これはさすがに。そうですね。これ強いな。さあ、タウンホールプラスで、大量にこれ施設消し飛びますね。タイチクロスまで追って。これめっちゃ強いな。これめっちゃ強いね。テスラ全折りしましたね。テスラ5本全部見えて、リクスケの方もたくさん出てたんですけど。わあ、いいっすね。ストライカーとアーチャーの対応がめちゃくちゃいい、これ。アーチャーはスケルトンの方を打って、ストライカーをキングに刺して、残ったテスラに対してもバルーン合わせて、これでテスラ5本全部折りです。で、アーチャー追加で金庫の方も回収しっかり合わせつつ。トラップとかたくさんあってね、マルチインフェルノとかもあったんですけど、ヘイストバルーンで初手削ってったの強かったですね、これね。ラバルに使うヘイストがもう1体しかなかったんですけど、ここはインビジブル使ってクイーンを処理していくような感じ。この辺のタイミングも素晴らしいですが。で、クイーンを固めていきますが、さすがに投石機からの攻撃も入っちゃうので、クロークはここで出るかな。クローク出ましたね。さあ、キングの方が内側入らないんで、この HP のクイーンは巨爆。さあ、これ、うまいですね。すかさずのバルーン3方向から。いいバルーン。これで投石機を折り切れつつ、キング流れたんだったらマルチインフェルノまで行ってほしいところですが、どうでしょうか。さあ、フリーズかけつつ、ロイヤルチャンピオンね、ちょっと足りないかもということで、マルチアインティの方に出していきつつ、ちょっとバルーンの方が落ちちゃいましたね、投石機。早めのトームです。これいいトルネになりましたね、対戦相手。さあ、ロイヤルチャンピオン貫通させていきつつ、足りなかったのでバルーンを投石の方に差し込みつつ、中心の方をフリーズかけていって、これが最後ですね。ラストフリーズは投石の方を選んでいきました。さあ、上の投石の方はね、ずっとアイスゴーレムがね時間作ってくれてたんですが、ここはバルーン届きつつ、あとはぐるぐる回っての全開ですね。強い。初手の作りがめちゃくちゃうまかったですね。最近対戦とかだとね、クラウスがよくやってるような初手のウォーデン使ったね、トームから入っていくことが多いですけど、そういった使い方でしたね。ヘイストバルーンからの。さあ、レンスさん、6-1天才のラバルですね。どこだ？ただ、キングをイーグルぶち込んでって形かな。さあ、第一クロスとマルチインフェルノのところを追っていきました。結構ね、珍しいですね。逆から入ることが多いんだけど。というのも、折るんだったら右折って左の方を残して左にウッドランチャーやるのが多いんですが、今回右残して右から入ってウッドランチャー右って感じですね。さあ、ウォールブレーカーはクジの方へ、まあ、クイーン処理の方を優先していくような形ですかね。さあ、ウッドランチャー、ウォーデンか。ウォーデンのね、ライフオーラが防衛援軍にも効果があるので、ストライカーは一発では飛ばず、ウッドランチャーの攻撃も届いてたんですが。さあ、ここで、いいですね。イエティの方も削りたかったところ全部削りつつ、アイスゴーレムで合流して相手のクイーン区画入ることができてます。さあ、ベビードラゴンでなんか外周部切ってますね。イエティは結構攻撃は入りましたが、これはさすがに大工があるので直されちゃうかな。さあ、クイーンの方はクローク使って投石機までは折り切れますね。さあ、ここからラバルパートスタートです。タウンホール周りにはね、マルチ IT あるので、ここは一旦フリーズかけてから本体バルーンを作っていく。さあ、クイーンの方は下側回ってますね。さあ、ここはフリーズ。タウンホールの方もフリーズ欲しいですが、レイジトーム入るのかな、じゃあ。レイジトーム入りましたね。まあ、タウンホールの爆破に合わせるというよりは、もうこの場で削っちゃおうという感じですかね。さあ、ストライカーも出して、キングの処理をやっていきつつ。ちょっとロイヤルチャンピオンに使えるストライカーがないんですが、これはロイヤルチャンピオンそのものを当てていくことで対策していきます。さあ、ラバ、ロイちゃんを使って、ロイちゃん区画をロイちゃんで見ていこうというところ。中心モノリス残ってるんですけど、クイーンはこれに見つかっていきつつ、どれだけ削れるか。ブーメラン入ればね、ロイちゃんのブーメランのみで落とせそうなぐらいの火力にはなってるんですが、さあ、ここでブーメラン使っていってしっかりこれが返ってくる。さ
したフリーズ余っていっての前回ガーサスとうまーい。このね天才のランチャー型もね、まあこれもねレンさん GS のクランなんですけど、ヨッチさんの攻めとちょっと似たような作りでしたよね。ウッドランチャー使った攻めがねやっぱ多いっすね GS は。ガーサス、はい、というわけでね終わりまして36対36というところで、ちょっと危ないところでしたがしっかり勝利ができました。まあ、途中でね何回か触れたんですけど、 GS からね天才のウッドランチャーラバルっていうところがね続きまして、まあ、クランによって特色があるのちょっと面白いっすよね。はい、というわけでね今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録をお願いします。またでしょう。その6